こんにちは。こんにちは。はい。久々の動画です。動画久々、ね。今日はね、この間ネモが、なんかさやねえと竹内源太さん、セガサミフェニックスにね、新しく入るの、2人のなんか動画をね、ショート動画を撮ってきてくれたんだけど、ちょっとなんか、まあそのままだと使いづらいというか、もったいないなと、せっかくね、2人で撮ってくれたのに。なんでちょっと、今日ね、普通の動画にしようと思って、これ撮ってるんですけど、まあひとまず、あの視聴者の方にも、お二人にも、その動画をね、見てもらいましょう。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。チームメイト。チームメイトになりましたね。なりました。はい、いやもう、マブダチのカイモリさんが、そのチームで、僕はほっとしてるから。全然マブダチじゃないんだけど。いや、それカヤモリさんが思っただけです。僕はだって覚えてます、一緒に優勝してたじゃないですか。ああそうだね、ハイタッチした中だから、もうまあ麻雀はね2人とも強いから、はい、やっていけるな、ね、2人でね、チーム戦で優勝したね。そうなんですよ。なんかアピールない、はい、そのアピール、さやかラブっていう80につけて、いや全然いらないわ、お会いします。すごいいらないんだけど。10秒前です。もう全然時間ないじゃん。頑張ろうね。頑張ろうぜ。フェニックス、ハイタッチ、ハイタッチ、ハイタッチ。わー、すごい。あ、手それすごいやって。合わせてもろて。やばい。待っててもらったから、ね、やばい。大子さんの手もこれが大きいですからね。大子さんの。私のもう30くらい。でも大悟さんの普通 27.5 しいですよ。28とか9とか。僕この前30で入ったの。入ったい。無理だよ。大悟さん。そう。入ってるなって思ったのも思い出す。はい。見てもらいましたね。はい。どうですか。最大はあれは話すのはどんぐらい？なんかあんまり話したことはないんだけど、ああいう感じで、あれは女流戦の終わりの飲み会で話した感じで、そういうのが多分 2,3 回ぐらいしかないぐらいの浅い付き合いぐらいの、多分見てもらった方には分かると思うんですけど、本当に浅い付き合いで急にでもガタリアーって言い出したっていう、そう、そんな感じのあの映像だね。そうで、なんで今日佐藤さん呼んだかというと、佐藤、はい、さんがなんと竹内源太さんと同期なんですよ。38期前期ですね。そう、それは聞いてたから、はい、仲いいのは知ってた。仲いい方だと思う。源太って言ってたから、はい、私よりは全然知ってるとは思っている、はい、で今の動画を私が見た感想としては、あ、源ちゃん頑張ってるなって思いました。あ、気遣ってた。気遣ってたと思います。なるほどね、あれ自分言ってるのも結構そのリープサービス多めな人なんで、多分頑張って仲良くなりたい、仲良くなりたいんだな、頑張ってるな、頑張れ源ちゃんと思いながら見てました今。しかもさ、撮ってるのがネモちゃん、そんな別に誰もさ生み出さないじゃん。どうですか、ね、撮るよーって始まってるから、私もなんかよく分かんなくて。丸投げだからね。そう、丸投げされてあんな感じになってるんだけど、え、良さそう。なんかこれから楽しくなりそうな。いやでもなんか、ああいう感じのノリの子は好きだから、いけると思う。いけるってなんだろう、こう感じ。あ、じゃあ今のさやねえの源太さんのイメージはどんな感じ？なんかノリがいい子。あー、リク待って、ちょっと一回止めます。ちょっと待って、今ダメなの。で、今のさやねえの源太さんへのイメージっていうのはどういう感じ？明るい感じの、明るいというよりは、にぎやか。にぎやか。ウェイみたいな感じ。あと、マージャンはね、もちろん強いしね。そうですね。わかるんだけど。本当に。人間的にもウェイな感じ。ママ、じゃあ。リクがね、写真撮ってくれてるんですけど、佐藤さん、それ聞いてどう？竹内さん、実はこういう人だよとか。でもなんかその、フェニックスの全体、的にその大悟さんがそんなに口数がすごく
ぐ多いタイプっていうイメージがあんまりなくて、でまあさねもそんなに口数がすごい多いタイプっていうイメージがなかったんで、そういう意味ではなんかそういう口数が多いタイプが一人入ることによって全体がわっと明るくなったりする起爆剤になるんではないかと思っておるので、はい、とてもいいかなと思います。ああ、なるほどな。楽しみだな。麻雀に関してはどんな期待をしてますか？麻雀に対しては、麻雀に対してはまあやっぱり本人が強いことやっぱみんな知ってて、やっぱエミリーガーの多分皆さんも知ってると思うんで、もうやっぱフェニックス頑張ってほしい、海としては楽しみですよね。単純に楽しみ。これからフェニックス優勝に向けて頑張ってほしいなと思う。もうサヤネーがシャーレを持つ姿を現在どうにか見せてほしいなと思ってます。どう、サヤネーと仲良くなれそう？竹内さん、サヤネーから、あ、佐藤さんから見て、元ちゃんが空回りしてるのをさやねえが見てフフフって笑ってるのがもう安易に想像できますね。私は何でもいけるって言ってるからね。いけるからね。いやね。じゃあストレスなくちゃんと仲良くできそう。なんか私がそういう感じになりそうな気はしている。あ、もうだから。もう大吾さんにもちょいちょい言ってるし、うん、なんかちょこっとシャツ出てたりするのよ。この辺とかこの辺とか。もうお母さんなんですか。シャツ出てるよっつって。で、ケンタもちょっと喋ったらもうそういう感じがあるから。確かにシャツ出るタイプなのかな。シャツ出るタイプかどうかわかんないけど、喋、うん、ってることがちょっと怪しいなーっていう。食べなきゃいけないかもしれないなーって部分があるから、そこをちょっとなんか修正していきたいなって。いいバランスで。ね、そう。うん、とってもいいバランス。あと高木さんがね、どんな感じで。どんな感じかわかんないから、うん、うん、そこをちょっと見極めて、うん、一応まとめていこうかなと思っている。フェニックスの母として。うん、これ動画出すのが多分8月1日とか2日とか8月の頭だと思うんだけど、はい、じゃあその時点ではまださやねえは高木さんとかは会ってない、会ってない、2日に会います。あ、8月2日に、はい、ああ、じゃあその時のね印象でどうなのか聞きたい。まあ源太さんはねもうさとなさんがいるから、うん、そこがねうまくつないでくれればもちろんいいので、いや仲良くなりだと思います。数回は会ってるから、うん、あの浅井さんよりはね、うん、分かるっちゃ分かるけど、そっかそっか、っていう感じ。新生フェニックスも、ね、楽しみ、楽しみですね。はい、じゃあ今日はそんなお話をお伺いしました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。